おはようございます。渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年5月12日です。はい、えっ、ー、と、在宅勤務前なので、あの、超急いでこれを撮りたいと思います。ちょっとぜひ伝えたい。 え、記事がありましたので、早速中身に入っていきます。Important factors that w contribute to the success of k a r a n o a d in Africa ということで、こちらもアフリカの記事になっています。2021年5月11日、昨日の記事ですね、になってるんですが、それほど長くない記事ですので、お付き合いいただけると幸いです。えっと、こちらね、まあタイトルなんですけども、タイトルは、えっ、ー、と、 ま、アフリカでカルダのエ画ダの成功に寄与する重要な要因ということで、あの、その要因が、ま、これから要因を作るんじゃなくて、もうすでにその要因があるんだよということをね、言いたい記事なんですよね。なので、えっと、ちょっとね、タンザニア在住の、ま、ある方が、あの、カルダのレディットで、に投稿してくださった内容をまとめたものになっています。タンザニア在住なんでね、もう本当に臨場感ありますよね。はい。で、じゃあ、ちょっとこちらですね。 早速中身に入っていきましょう。まずタイトルからいきます。アフリカでカルダノエイダの成功に寄与する重要な要因。2021年5月11日。新興のスマートコントラクトプラットフォームカルダノエイダは、エチオピアの教育省及びワールドモバイルとの最近のパートナーシップを通じて想定されていたアフリカへの初の重要な前進を果たした。 この進展に関してレディットで Uindico Arette というユーザー名を名乗るタンザニア在住の南アフリカ系アメリカ人がカルダのエーダとソフトウェア企業 Input Out Global IOG のアフリカでの成功を促すいくつかの要因を取り上げている。 カルダノサブレディットのそのユーザーによれば、このブロックチェーンプロジェクトは多くの理由からアフリカでは大きな可能性を秘めているという、ちょっと外の、ね、工事の音がうるさいかもしれませんけどちょっと気にせず行きましょうえ。このユーザーは東アフリカ以外では多くの人々がモバイル決済システムの普及やそのメリットについて十分に知らされていないという事実があり、カルダノがこれを活用できると考えている。はい、ということですね。まだ、あの、 この,カル,ダのプロ、まあ、カルダのプロジェクト以前にですね、このモバイル決済システムが普及してるんだよということと、それがどういう恩恵をもたらすかということを、ね、知らない人がまだアフリカには多いということをまず挙げていますで。またこのユーザーは、タンザニアのある地域を対象としたカルダの A だとワールドモバイルのパートナーシップの重要性を認めており、タンザニアがモバイル決済の普及率で世界のトップレベルにあることから、このパートナーシップには大きな意味があると言っている。 ですね。あの、世界のトップレベル、タンザニアがモバイル決済の普及率で世界のトップレベルにあるっていうのもね、まあ一つ理由があるんですよね。あのここはあの技術的に発 点してるとか、そういうふうに捉えてしまうと、えっと思われるかもしれませんが、その下に理由があります。さらに従来の銀行システムは、国内の富裕層を除き、中流階級の市民にとっては費用がかかりすぎるため、現在国内で利用している人はほとんどいないということで、あの、まあ、技術的に発展してるとかしてないとかっていう以前に、従来の銀行システムが、とてもじゃないけど、普通の人が使えたものではないということなんですね。でそこで、あの、モバイルというか、スマホが、 あればですねあの価値の移動ができるコインあの、電子決済が、ね、あのとても簡単にできますよね。まあ、そういうことで銀行口座を持たない人が、むしろあのスマホの方を先に入手して、それでもって送金したりできるという便利さと相まって、まあ、それがないとあの送金もできないのでっていうところだと思うんですよね。まあ、それでで、えー、タンザニアでのモバイル 決済の普及率がね、あの、かなり高いということが言えてる、言えるわけです。まあ、その背景には、その従来の銀行システムが費用が高すぎて普通の人には使えないということがあるわけです。で、またこのユーザーは、アフリカ大陸の銀人口が増加傾向にある中、アフリカ大陸全体では年齢中央値が18歳となるが、 まこの時点ですごいですね。アフリカ大陸全体では中央値が18歳ということですね。中には15歳の国もあると言っている。その上、一般的に若い層は技術革新に対して偏見がないと考えるのが妥当なところだ。これを普通に考えてそうですよね。あの若い人はそういう、まあ、デジタルネイティブとかそういうふうに言われますけれども、もう、あの、私たちとはっていうかね、ちょっと年齢差の高い、あの日本はもうかなり 平均年齢がもう46歳とか7歳とかもそんな感じですよね。なので、ま、かなりその辺も、あの、背景が、受け入れ体制が違うということが考えられますで。結論としてこのユーザーは、新たに開かれたアフリカ大陸自由貿易地域について、体のは意のままに健在化できる十分な余地のある、活気に満ちた開発分野であると言った。 アフリカ大陸自由貿易地域は、製品やサービスのための単一の大陸市場を創設することにより、事業化や投資家の自由な移動を実現するために設立されたものである。ここもね、重要なポイントですよね。新たに。 で、これが、あの、製品やサービスのための単一の大陸市場というものを作って、そこに事業家や投資家が自由に出入りできるように、ということで創設、えー、設立されたものだというふうに言っているわけですよね。このあたりも,も、ものすごくね大きなポテンシャルを秘めてて、まあ、あの末を恐ろしい感じがします。もう、これが実現されたら、もう、日本はあっという間にね、置いてかれちゃうんじゃないかっていうぐらいのね、ポテンシャルを感じさ させられますもちろんね、これからは、ね、インフラを整えていかなきゃいけないっていう段階ですから、時間はかかるとは思いますけれども、まあ一つこの可能性としてね、非常に可能性が大きく開かれているなということを感じさせられます。で、このような理由によりユーザー、このユーザーはアフリカがフィンテック、いわゆる金融技術ですね、この世界で中心的なパワーとして急速に発展していくと考えている。また、このことは、 カルダノがアフリカでの継続的な発展の一部となるべく、実世界のアプリケーションを創出することに強い関心を示す IOG の正当性を表すものともなっているというふうに言っています。まあ、ちょうどあのアフリカの動きとですね、あの経済的なこの発展の流れっていうんでしょうか。その流れにうまいことカルダノはこのハマってるということが伝わりますでしょうか。で、これもあのカルダノがまあ今のっかったわけじゃないんですよね。もう4年も前からそのアフリカに関しては構想を練って、 ましてそのプロジェクトに乗り出していて、まあ、今その実世界のアプリケーションを創出するそのまあ手前まで来ているでそこであのまあエチオピアのまあ教育省との,あの連携もそうなんですけれどもあのアフリカの若い層に カルダノが開発,発した製品を提供していこうということで、あの、まあ、ちょうどこう流れが一致している、まあ、追い風が吹いている、そんな風に感じさせていただける記事でありました。それではちょっとね、工事の音がうるさくて申し訳ありませんでした。あの、ここまで、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。